皆さんこんにちは、有吉美香、池田先生です。じゃあ子音母音頑張りましたか？じゃあ今日はそれ勉強したことをなんか応用してハングルの組み合わせについて勉強したいと思います。じゃあ組み合わせには皆さんがすごく難しいだと言ってる、じゃあパチム、それが入ってるので、じゃあそれをちゃんと見て見ながら、じゃあ勉強しましょう。じゃあ先生と一緒だったらもうパチムなんとか、それ朝飯前なんですよ。じゃあいきます。じゃあまずハングルの組み合わせを、じゃあ見てみましょう。じゃあこれですね。じゃあ희음プラス에와해。자시인의희음플러스보인의에대한국어로희희난데요소데스한국어로해。자두번째2번자김김은한국시인의기억플러스보인의이플러스시인의미음데김。日本語では皆さんが好きな韓国のりと呼びますね。じゃあ3番目、じゃあティグプラスボイのアプラスシンのリルプラスシンのキヨでタ、意味は鳥ですね。じゃあこういうパターンでできています。じゃあそれをなんか音韻に関しては小声、中声、修声と言います。じゃあキムをちょっと見てみましょうか。じゃあキムの小声はキヨ、中声はイ、小声はミウ。じゃあいきます。じゃあこの修声、呼吸の向上、ちゃんと教えてください。じゃあ先生いつも言ってるんですよ。じゃあ理由があるんです。じゃあ皆さんが難しいというそういうなんか発音、あの発音、それがこの修正、修正に入ってるんですよ。大体皆さんがあのそうなんです。じゃあこれを見てみましょう。皆さんがあの難しいだと言ってるなんか発音、それ皆さん今までちょっと日本語の読み方でそれを表記してるんですね。じゃあこれ見てみましょう。じゃあキムチ、じゃあこれ日本語のカタカナで表記すればキムチ、キムチ。じゃあグッバ、そうですね、グッバ、そうですね。とカルビ、じゃあカルビ。じゃあこれももちろんいいんですけれども、じゃあ後でもっと進むのがちょっと難しくなります。じゃあそれであの、じゃあこれがなぜそうするのが、じゃあキムチ見ましょう。キムチ、キムチは日本語なんですよ。キムチ、でも日本語でキムチってそうすれば三音節になるんですね。そうです。だから音節が変わるんですよ。それももちろんなんか最初間違えてももういいんですよ。間違えてもいいので、それでもなんか早めになんか発音して勉強したらいいんですけれども、後では本当にそれでちゃんとするのをちょっと練習して、そうなれるようにちょっと練習しましょう。そうなんですよ。そういうやり方はそうなんですよ。キムチ、キムチ、キチ、キチ、キン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 チ、そうなんです、そうなんです。こういう感じで、あのちょっと喋りながら、そうなんです。もっと長いの短く、そうする練習をしたら、皆さんみんな全部できます。これ本当に重要なポイントです。韓国の発音はこの修正で
ほとんど終わりなんですよ。そうなんです。この修正をはっきり発音すれば韓国語全部はっきり聞こえます。じゃあそれをやり方を、それやっぱしもういろんなスキルがあるんですが、今日はちょっと簡単にちょっと説明をします。もちろんもっとそうするのは後で本当に集中してそうトレーニングさせるんで、ちょっと簡単に言います。じゃあこれは最初ですね、そうなんです。言葉を一つ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 ガムガムみたいに言葉を噛みながら噛みながら発音する練習もあります。そうです。김치김치わかりますか、わかりますか。そうです、噛みながらそういう練習することもあります。さっきもちょっと説明したんですけれども、キムチ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 、そうするときには、じゃあ日本の発音ではやっぱりそうですね、ううそういう発音が多いからそうなんですけれども、そうじゃなくううですね、それをつけてからキムチキムチ、そうです。そうして練習したらそれが本当にもっともっともっとよくなるので、それでしましょう。多分韓国もテレビとかバラエティとかそういう見たこと多分あると思います。なんとかまあアナウンサーさんとか声優さん俳優さんたちがペンのここに、そうなんですね、じゃあこれペンのクッキリン、ああか、こうして中発音をたくさん練習しました。そういうことを多分聞いたこと見たことあると思います。それがなぜなら、そうなんですよ、それがこうペンをこう噛むとうーになるんですよ、うう。じゃあこういう練習なんでするんですか。じゃあさっき言いました、この修正の発音を練習することなんですよ。そうなんですよ、そうなんです。だから皆さんももちろんもう練習するときはっきりもう発音する、そう練習するときも、もう知ってもいいんですけれども、それペンもなくてそのままうつけてから練習したらもっともっとちょっといいと思います。じゃあ、さっきサンジャンバチ、韓国でサンジャンバチ、そうですね、それの発音がすごく難しいんですよって言ってるそういう人いるんですけれども、それはもうですね、音節最後法則、それでそうです、韓国語で음절끝소리규칙、それがあるんですよ。それ기역니은디귿리을미음비음이음、こういう7個でそうなってます。자だから2つなんか쌍자음、そうですね、쌍보인、それが最後修正になった時にはそうなんです、この中で7個で全部なってるから、それを覚えたらそれが本当にもっといいと思います。じゃあもう例でしましょうか。じゃあ例えばそうなんですね、じゃあうちがさっき勉強しました、そうタクタクですね。でもじゃあタクもそうなんですよ、ディグアリウル기억全部入ってるんですけども、発音するときにダダダって言うんですよ。そうなんです。一番最後にあるのがこういう時は修正になるんです。じゃあでもこれはちょっとね面白い話なんですけれども、そうですね、今はそのままじゃあ聞いてふんじゃあそうなんですよ。なんでそうなんかディグアリウル기억ダって書いてるのに、なんでタッそのまま記憶タッって言うんですかっていうの、そうなんですね、なんかむ本当にむかしくですね。そうなんですよ。でもやっぱり専門者たちはそうなんですよ、それも全部リウルも少しでも入れて発音する、そういうスキルとかもあるし、そうなんです。そうなので、でも今の法則は全部皆さんが普通に楽に発音ができるようにすることなので、それもあるんだと思ったら本当にいいと思います。じゃあ今日はここまでです。
ょ勉強したももそのまま読むんじゃなく体でじゅっとじゅっと練習したらもっといいです。じゃあ、すばらしかったです。